どうも皆さんこんにちはチャックバスです、えー、本日はですね未来のデビットプラチナカードっていうのね紹介やっていきたいと思います、えー、このねデビットカード皆さん知ってますかねクレジットカードではなくて、えー、デビットカードなんですよねでデビットカードっていうのはまあ何なのかっていうのをまずね解説していきたいなと思うんですけども、えー、クレジットカードとは違って でデビットカードっていうのは決済した瞬間にね口座から引き落とされるっていう感じになっておりましてクレジットカードっていうのはまあ利用してねその1ヶ月後ぐらいにね請求が来ますけども。 後からね請求が来ないっていう感じになっておりまして使いすぎるっていうことがないんですよねでこの未来のねデビットプラチナカードのね特典がね満載すぎてですね今回解説ねえしていきたいと思うんですけどもこのね未来のデビットプラチナカードすごい特典だなと思うのはモバイル端末の方 保険が備わったデビットカードなんですよねモバイル端末保険っていうのはいわゆるスマホタブレットスマートウォッチのどねモバイル端末の保険がね自動で付帯されているデビットカードっていうことになっておりましてこれね業界初っていうふうになっておりまして私自身もですねこういう保険っていうのは聞いたことがないんですよね。これも、ね、詳ししく、ね、解説していいきたいとま 思いま,すまずね、基本スペックからいきたいと思うんですけども、ばばっといっちゃいますね。年会費が1万円、ちょっと高いですね。還元率は1%。貯まるポイントは、スマブロポイントっていうね、こちら SBI ネット銀行のポイントというふうになっております。ポイント有効期限は2年間、SBI ネット銀行の口座が必須というふうになっておりまして、海外旅行保険はね、国内外、自動負担。 プラス家族保証もありますラウンジキーっていうラウンジサービスがありましてそちらが付帯しておりましてこちら年3回まで無料で利用することができます手荷物宅配サービスありますよねあちらも往復2回まで招待日和っていうねレストランコース2名分利用すると1名無料っていうサービスもついていて先ほど紹介したねモバイル端末保証 プラスして、ボーイングゴーテのよな読み方はボーイング w i f i が無料でね利用することができて世界ね100か所以上でね利用できる無料 w i f i サービスが無料でね付帯しているっていう感じなんですよねまずね年会費なんですけどもちょっと高めのね1万円っていうふうになっておりまして、まあ、1万円はかかるんですけども付帯得点がね結構すごいので1万円でもね お勧めできるデビットカードという風になっております還元率はですね1%ということでデビットカードの中ではまあ、1%っていうのはねすごい数字です 基本的に、ね、デビットカード、まあ、クレジットカードではないので、一般的にはですね、0.5%還元が多いんですけども、1%っていうふうになっております。貯まるポイントなんですけども、えー、スマブロポイントっていうポイントが貯まるようになっておりまして、1ポイント1円でね、現金に交換することができて、またね、JAL マイルにも交換することが可能です。 まあできることはできるんですけども交換率が、ねえー、あまり良くないので、まあ、おすすめはできないんですけどもできなくはないっていう感じですね。でポイント有効期限は2年間っていうふうになっております。 でこちらは SBI 銀行のデビットカードという風になっておりますので SBI ネット銀行のね口座が必須っていう風になっておりますこちらね未来のデビットプラチナカードを発行するとですね SBI 銀行のランクっていうものがありましてこちらがね2ランクアップするんですよね2ランクアップするとまあどうなるかっていう話なんですけども月の ATM の、ね、手数料が無料になる回数が増えるんですよね まあランク1、まあ、何にもない場合でねランク1なんですけどもそういう方がこの未来のデビットプラチナカードを、ね、発行するとランク3になるわけですので月の、ね、ATM 無料回数が7回にまで増えてさらに手数料無料でね振り込み回数も7回までね無料になるっていう感じなんですよね次にね旅行保険ですね保証額ねちょっと出しておきますけども保証額ねかなり充実しておりましてしかもこれが 国内の旅行もそうですし国外の旅行も自動負担なんですよねしかも家族保証まであるということで結構本当にね満載な感じなんですよね次にラウンジキーですねこちらラウンジキーっていうのは まあ、プライオリティパスってありますよね。まあ、あちらのサービスと、まあ、似てるような感じで、見たことある方はいらっしゃると思うんですけども、まあ、入り口に、ね、ラウンジキーっていうのが、ね、書いてあれば、えー、ラウンジキーの、ねえー、ラウンジという風になっておりまして、まあ、そちらでラウンジサービスが利用できるっていう感じですね。まあ、国内で言うと、すごい有名な、ね、プライオリティパスでも入れる関西国際空港のボテ重ありますよね、えー。こちらのサービスも、えー、このラウンジキーで、ね、利用することができます。 でこちらは1年間に3回まで無料でね利用することができますのでプライティパスもねいいサービスですけども利用されているっていう方はね、まあ、こちらのラウンジキーでもね、まあ、いいんじゃないかなっていう感じですねえ次に手荷物宅配サービスなんですけども往復で2個までね一度に利用できるということでこれはねデビットカードとしてはねもう本当にありえないサービスですね あの往復2個、ね、無料っていうのは年会費13万円のアメックスプラチナのね匹敵するようなサービスになっておりまして。 これはねね。本当にすすごいです、ねえー、次に、えー、招待日和ですね。まあ、こちらはまあ結構ねゴールドカード以上の、ね、クレジットカードに付帯しているサービスなんですけども、レストランコースを、ね、2名分利用すると、まあ、1名分、ね、無料で利用できるっていう感じのサービスになっております。でまたね、ねこちらはデビットカードということで、先ほども言いました通り、クレジットカードではないので、 まあ基本的に15歳以上の、まあ、中学生の方はちょっと NG なんですけども15歳以上の方であれば発行できるっていう風になっておりますので、まあ、一応ね審査はないんですけども調査は入ると思いますので、まあ、その点は覚えておいていただきたいんですけども、まあ、審査は、ねまあ、基本的にはねありませんので、まあ、これもねすごい条件だなっていう風に思いますモバイル端末保証特典の方を詳しく見ていきたいんですけども最初の、ねえー、端末はちょっと画像を出しておきます こちらが対象っていう風になっておりましてスマートフォンタブレットデスクトップパソコンノートパソコンスマートウォッチモバイルゲーム機モバイル音楽プレイヤーということでこちらが、ね、自動付帯で利用できるということで皆さんね、まあ、私もそうなんですけども私も iPhone なんですよね。 私もアップルケアね昨年購入した時に入ったんですけども AppleCare って結構高いじゃないですか2万円ぐらいしますよね。まあ、それれに入るのであれば こちらのね、モバイル端末特典でも、まあ、十分カバーできるんじゃないのかなっていうふうに思います。えー、保証額の方ね、ちょっとここら辺に出しておきますけども、えー、修理可能な場合、年間1回ね、最大5万円まで保証してくれるっていう感じになっておりまして、まあ、対象はね、先ほど言った通りねの端末がね、まあ、全て対象っていうふうになっておりまして、まあ、 デスクトップパソコンとかでねあのノートパソコンとかの修理だとちょっとね年1回5万円じゃねちょっと効かないかもしれないんですけども、まあ、スマートウォッチとかねスマートフォンであれば、まあ、5万円ぐらいであればね十分カバーできるのではないのかなというふうに思いますのでもしかしたら Apple ケアをね入るより、まあ、こっちの方がね いいんじゃないかっていうふうに思うぐらいねこちらすごい得点ですよねで修理不動な場合はですね年に1回最大1万2500円分っていうふうになります、えー、以上はね今回の未来のデビットプラチナカードのね特典今回ね紹介させていただいたんですけども私ね結構いろんなクレジットカードを紹介させていただいてるんですけども基本的に誰でも発行できるねデビットカードでここまで得点の多いね デビットカード初めて見ましたので、まあ、今回紹介させていただいたわけなんですけどもちょっと個人的にはですねまあ私昨年 iPhone 買った時にねスプリケア入ってしまいましたのでちょっとね今後はここら辺を見てね見直しねしていきたいと思いますこちら、えー、年会費1万円のデビットカードであって でしかもねアップルケアよりね安く端末保証が受けれるっていう風になっておりますんで今後ねちょっとこちらに切り替えねちょっと検討していきたいなっていうふうに思いますえいかがだったでしょうか今回は未来のデビットプラチナカードをね紹介させていただきましたけどもちょっとこの動画見られてる方でねアップルケアとかねスマートウォッチとか、まあ、モバイル端末モバイル端末のゲーム機なんかもね保証という風になりますんで一応ねちょっと 検討してみていただけたらなっていう風に思います。えー、今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。えー、私のチャンネルでですね、えー、こういったクレジットカード、JAL、えー、マイル、ANA マイルですねお得情報、マリオット、ボンブホテルのことなんかね中心に発信しておりますんで、えー、もしよけれですね、えー、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです、えー。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。